ポインターユーザーインターフェースへようこそ。このインターフェースには主に3つのカテゴリがあります。左上隅にはスタートメニューがあります。ここでは全連絡先、カメラの選択、そして様々な設定を見つけることができます。アクションは右上隅にあります。ポインターの呼び出し中に表示を一時停止したり、画面を共有したり、文章を表示したりするためのアクションが使用されます。右下隅には注釈があります。注釈はポインター呼び出し中に物事をマークし、ポイントするために使用されます。さらに上部中央には通話ステータス、参加者、および音量インジケーターを含むステータスバーが表示されます。左下隅でテキストチャットにもアクセスできます。自分自身にテストの電話をかけることはポインターを知るための便利な方法です。同じ電話番号を持つ複数のデバイスにポインターをインストールできるので、自分のデバイス間で電話をかけることでポインターになれることができます。電話をかける方法は2つあります。アドレス帳による方法と電話番号による方法です。テスト電話をかけるには、スタートメニューを開き、連絡先を押して自分に電話をかけるを選択し、電話をかけるをクリックします。最初のものとしてポインターは自動的に呼び出し側デバイスからのライブビデオフィードと両方のデバイスからのライブオーディオフィードを送信します。必要に応じてデバイスの役割を入れ替えることができます。入れ替えボタンをクリックするとビデオフィードを送信しているデバイスとビデオフィードを受信して、グループ通話機能を使用すると最大5つまで追加できます。通話への参加者を追加し、既存の通話を開始するにはスタートメニューを開き、キーパッドまたはアドレス帳に次のように参加者を通話に追加させます。ポインターは新しく電話をかけるようあなたにお知らせします。通話ボタンの代わりに追加ボタンを押してください。ボタンを押すとユーザーは通話への招待状を受け取ります。すべての通話参加者はポインターウィンドウ上部の通話ステータスバーに表示されます。すべての機能は2人の間でポインターコールのように機能します。通話を終了するには通話中にステータスバーの中の通話終了を押してください。では注釈を試してみましょう。注釈はポインタメニューの右下隅にあります。描画はデフォルトで有効になっています。注釈メニューにはテキストツールと技術協力用の記号の選択があります。シンボルを選択して、それをポインターウィンドウ内の正しい場所に置き、ダブルクリックまたはダブルタップして画面にスタンプをつけます。必要に応じて注釈の色を変更したり、描画ツールの太さを変更したり、使用している記号のサイズを変更したりできます。これらの設定はポインターメニューで利用可能です。刻印された注釈を削除するのは簡単です。最新の刻印された注釈を削除するには、右下にある元に戻すをクリックします。ウィンドウ内のすべての注釈を削除するには、画面をクリアするときに元に戻すを押し続けてください。ようやく注釈の選択は右下隅にあります。ダブルクリックしてスタンプを押し、元に戻すをクリックして削除します。ポインター、事業継続性を保証します。